東京カレンダー。ちょっとオーバーめでもいいんで、はい、なんとなくアメがダンプでなんかつけない。あ、そうね、これね。でもさ、ファンだけどびっくりするぞ。すごい。もういつもと、うん、別な人みたいです。これ全部もらえないですか？これ東京カレンダーです。やばいぞこれ。めちゃくちゃ行きたいです。大好きなあの人と世話になったら、ぜひ行ってみてはいかがですか？みんな皆さん。どうも尾崎匠です。今回は、また違った INI を見せれたと思うので、少し大人な INI に注目して見てみてください。ありがとうございました。すごい大人な雰囲気、大人な雰囲気を、出せるようにしなきゃなんで、ちょっと今日の昼とか俺ら笹舟作って川に流して遊んでたんですよ。めちゃめちゃ小学生みたいなことしてる。なんかギャップがあって楽しい。楽しそうです。なんか、そう、さっきも話したんですけど、ありそう、ファンが来てそうで、来てそうでない、ない、こうでだなみたいな。そう、マサヤもね、俺は絶対、でも来ないですね。そう、マサヤは逆にもう、普段とギャップがすごい、多分、見たことないよ、ない、そうです。僕たちの写真というか、はい、ね、に収まったと思うので、ぜひ、ね、東京カレンダー楽しみにしてください。バイバイ。はい、今日はもうめちゃめちゃみんなかっこよく撮れました。そうです。いや、もういつもと違う感じ、色気ダダ漏れだね、みんな、ね、もう今も見てきたんですけど、ちょっと完成したこの雑誌の配置、もう早く欲しい。早く欲しい。早く欲しいね。バイバイ、見てね。サングラスかけてます、ね、結構今日はいかつい感じかな。いかつかったですからね。そこのあの控え室みたいなところで普通に喋ってたんですけど、めちゃくちゃ怖い人入ってきたんで、そっから、サングラス
初めてこういう撮影でサングラスデビューしました。これはそうですね、最初実はの帽子をかぶってたんですけど、お前、お前聞いてる、あのボケ鼻ない方がいいということで変更になりました。食べた？食べました。いただきました。美味しくいただきました、はい、何それはやったんでしょうか。何それはひどいよ。僕は人生で初めてこのライダースを見せてもらいました。人生初めて来た。人生何回目？3回目の人生でやっと1回目初めて。似合うか似合わないか全然分からなかった。で、来たら匠とかたける一緒に撮影やったんですけど、似合ってるねって言われてくれたんで、めっちゃ嬉しかった。初めて？初めて。ちなみに人生3回目で前世の記憶があるの？あるよ、なんか。なんだそれは。何だライダース来てないかったことだけ覚えてる。前世何だった？何だったの？カメ。それは着ないわな、絶対絶対着ないの。カメがライダース着てたらもうヤバいだろ。インガスンガス。いやこれ違う、俺が違う、俺悪くないし、しかもこの使い方で合ってるのかも分かんないし、インガスンガスンの意味は誰も知らないですよね。ありがとうございます。お迎えさせます。違うこれ言うとかないで。すいません、ありがとうございます。本当にこんなところでインガスンガスン言ってました。練習しててよかった。せーの、せーの、はい、せーの、はい。最後見てもらったらキープして、はいはーい、せーの。思い出のレストラン。僕たちこう韓国でご合宿をしていて、こう何人かに分かれてこうご飯を食べに行ったりしてたんですけど、まあ、なんかその中でもなんか思い出残ってるお店とかあるんじゃないですか。あのチキンめっちゃ大好きだったんですけど、結構あのこうテイクアウトで用意していただくことが多かったんですけど、休日にヒロト君と翔くんとヒロムとリヒトでみんなでこうお店に食べに行って、それはもうなんか揚げたてでめちゃくちゃ美味しかったです。そう、しかもさ、まだお店開いてないのにさ、開けてくれたんだよね。開けてくれて、そう、めちゃくちゃ美味しかったです。いいね。焼肉屋さん、あのサムギョプサル屋さん、はい、すごくいいところがあると、うん、あの友達に教えてもらって、うん、そこに雄大と匠と3人で行って、うん、美味しかったね。もう有名人がよく行くって聞いたところで、そこで好きな飲み物を飲んでお肉もいっぱい食べてお腹いっぱいで1人3000円とかって全然安い、すごく安くて、すごい美味しく食べてますし、あれ練習どうとか、うん、まあ、結構グループのことは話したりが結構多いかもしれないですね、うん、はいはい、じゃあ僕からいいですか。あら、キスしてるじゃないですか。まだ、皆さん、ファンの皆さんに言ってなかったんですけど、そうだ、初だ、初だ、初だ、ピアスデビューしました。うわー、こいつだ、よかった、先に分かった、確かに分かった、大丈夫です。いや、泣かないです。いや、でももともとオーディションの時からデビューしたらピアス開けようっていうのずっと思ってて、おー、そう、それで、ようやくおめでとう。ちょっと隣に近くて、そうだね、開けしたよ。トマトジュースデビューしたって。おお、トマトジュースのいいところ言っていいか。いいところ、お願いします。美肌効果、美白効果、むくみに良い。おい、今まさにこの服装がデビューって感じですね。普段着ないですもんね。確かに着ない。普段マジシンプルなので。シンプルだもんね。むずむずします。むずむずします。似合ってますよ。うん。ありがとうございます。いい服装でいきましょう。これから、うん、ちょっとじゃあ買って。俺が買って。あくまでも人の買ってた。恐れては先はない、目指せ無限に広がる。